ラメリです。おっさんことオスリーです。チンチンハロー YouTube どうもチンプイクトラックしてチンヤクです。皆さんこんにちは、スラネコです。よっしゃー、動物の森住人しりとり。ちなみに動物の森やったことある人？気合入りすぎ。あるけど覚えてないですもん。私も覚えてない。いや俺もやったことあるけど覚えてないっすよ。ちなみにおっさんやったことないんですけど、動物の森住人しりとりのいいところは、適当に名前を言ったらたまたまいる可能性がある。本当に？例えばロッキーっていうコアラがいたりして、普通の名前っぽいやつ結構いるんで、おっさんでも勝てる可能性あります。え、でもさ、なんか普通の名前っぽいやつって割と運がつくね。ジョンソンとかさ、ロンとかさ。あーやばそう、やばそう。動物の森の住人で、どうもりしりとり始めましょう。カンペ。カンペ？ちょっと待って。カンペいるでしょ？カンペいるの？カッペじゃね？カッペだ、カッペ。おっと、これは一発目から？カッペ！カッペ！いや？え、なにカッペです。お、なんかねじ曲げようとしてるぞ。いやー。やだやだやだ。しちゃうとねじ曲げようとしてるぞ。いいじゃん、似てるじゃん。まあカッペイとカンペイは誤差にするか。いいの？やったー、ありがとうございます。カッペイ、いっぺい。いや、いるでしょ。カッペイがいるなら一平もいるだろ。え、いないの？あ、一平。え、いる？いる？ハリケレ山頂一平っていうなんか漫画がある。漫画かよ。漫画かよ。くそ、期待したのに。一徹しかいません。あー、ないですね。はい、さすがに一徹のことを一平って呼んでも振り返らないと思うんで、おっさんいっちゃうと。いっちゃうと。ちょ待って、やばい。これはやばいな。やばいよこれ、魔のしりとりだ。だってみんな知らないのに。下手したら人が死ぬぞ、過酷すぎて。知らないのにやってるからね今。覇気消えてますよ、空猫さん。空猫さん、あれ？空猫さん？何ですか、もう。寝てたの？寝てた、寝てた、寝てた。寝てないけど、どうしたら勝てるかなってずっと考えてて。ちょ、しりとりに真剣すぎん？もう勝ちに対するこだわりが次元が違うんだが。急に？一徹。ポンポンポン。つぶきち。へぇ。あ、いるね、あの豆吉のチビみたいなやつね。それザコ、なんか罵られてる。ザコザコが。っていうか、みんな気づきました？え、あのソロネコくんツイッターで募集し始めてます。え、何を？6秒前に動物の森のキャラクターで力始まるのいませんか？え、なにこれ、やばいんだけどね。え、人脈って来てるよ。あらゆる手段を講じていく。みんな知らないでしょ。リップもおもろいな。また来てんじゃん、人脈やろって来てるよ。ほらもう。いや、人脈動物の森に住んだら規制入るから。ねえ。ダメや。あ、待って、いるかも。いけます。ちょっと、おー、クロベイ。クロベイ。これ呼んだら振り向きそうじゃない？ゆるくなった。いいでしょう、ありで。クロベめっちゃかっこいいじゃん、タイプ。お、そして用事が済んだからツイート消したぞ。あ、はい、おいおいおい、証拠隠滅すんなよ。何してんだよ。はい、おっさん、クロベへの絵です。え、あ、でもな、いそうな名前2つあって迷ってんだけど、どうしようかな。エヴァンゲリオン、エヴァンゲリオン。エドガー。いそう。いない、エドガーってやつ。急に、急にかっこいいっぽくなってきた。絶対いるでしょ、むしろ色。いねえ。いないの？嘘。いない。いやー、なんか思いつくありそうな名前つったらそれしかなかったんだけど。エポーナ。え、馬じゃん。あ、これマジでゼルダの伝説からの参戦です。マジかよ、エポーナの歌好きだったわ。あれ、おっさん、これでトゥーアウトです。トゥーアウトだよね。おっさん、おっさん、トゥーアウト。イエーイ。やべえ、人役ちょっと間違えてたり、空猫ツイートで募集してるけど、おっさんだけアウト重なっていく。ずるくない？いや、人役はかすってるけど、おっさんかすってもいないからな。そりゃそうよ。この住人誰も知らねえもん。ちょ、俺もね、絵で始まる住人考えてたんだけど、エリザベス。あー、なんかいそうじゃない、めちゃめちゃいそう。めっちゃいそう。いますよ、エリザベス。嘘、いるの？絶対知らない。これ絶対敵でしょ、これ。いねえけど。いねえじゃねえかよ。エクレアとかいる。エクレア。
怪しい猫。コッピー。かわいい。いそうだね。いるのかこれは。いない。いないんか。あ、ちょっと今関係ないけど言っていい？はい。ネズコいる。そうなの？ネズミのキャラですね。どうしたって。ちなみにコはコトブキっていう村長がいます。亀さんね。コトブキランド。そう、コトブキランド、そう、そうだよ。あのジジ。そうだよ。いたじゃないですか。思い出したメガネかけてる人でしょ。そうだよ。うわ、すげえ分かってんじゃん。知ってたのに。ということで、空猫1アウト。おお、でも1アウト。まだ1アウト。いいじゃん。私次で死ぬよ。もうちょっと、とっとと死んで、お笑いに見つけましょうね、これは。殺せ殺せ、やつを。殺すんだ、あいつを。ワイにかかってるな。コトブキ。キッペイ。ペイシリーズ、多くね？そんなにいるの？いねえよ、カッペイがいるんだからいねえだろ。あ、やばい。残念でした。え、ちょっと当てたい。いいよ。キタロウ。え、いないよ、それは。じゃあ誰がいると思うんだよ。キツツキみたいな名前いた気がする。どっちもいない。キャラメルとかだったらいる。あー、なるほど、甘い系ね。あ、チンヤク1アウトは。わおい、早い、なんか雑だな、前の時だけ。カッペイとクロベイで味を占めたら怠慢だもん。次絶対クッペイだろ。違う。キャラメル。ダンダンダン。ルーズ。は？絶対ないよ。いや、怖い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 。絶対ない。あ、いる。すごい。え、もう新薬さんの負けで。なんで？なんでだよ。強い。いや、考えろよ。スミス。おー、いそう。スミス。いそうだよね、いそうだよね。いるのか、スミス。いませんでしたね。ラメリー1アウト。ラメリー1アウト。うわー、ちょっとね、スミならいたんですけど。スーミ。これ覚えてるんだよな。ミーカーミ。おや？おやおやおや？いや、僕動物の森やってたことあるんですよ、一応。なるほど、動物の森をやっていると、しりとりではうがついても大丈夫。バカだね、副店長さん。気づいた。お気づきになられた。ちなみにみかんいないから。あ、いないんだ。いないんだ。いや、でも方向性としては間違ってないよ。キャラメルとかがいるわけだから。そうそうだね。たまたまいなかっただけで。あと、運がついてる。あと、それが何よ。あと、運がついてるの、あとじゃねえよ、それだよ。ソラネコ2アウトということで、ミアですね。あ、すごい、ミツオとかいるわ。あ、じゃあミツオ。僕に権利がない。急に権利を主張したい。いいよ、じゃあ他の名前でもいいよ。ごめん、ごめん。いや、ないんで、いいです。ミツオ。おはぎ。おー、おはぎ。食べ物の名前言っとけば大丈夫だと思ってんじゃねえよ。うるせえな。運がついた。みかん野郎。みかん野郎。おはぎいないよ。ちょ、今ので細かはじけとんだ。やっちゃった。新薬2アウト。つらー。イエーイ。はい。おかっぴ。ビスマルク。さすがにオラニョ。色。色。色いない。むしろ色。ビスならいます。ビスならいいんだ。あー、これはビスマルクまでいかなかったらね、あれだったんですけど。いや、無理やろ。おっさん3アウト。イエーイ、イエーイ。おっさん、どんまい。じゃあ、なめろ。これ順番の問題じゃん、これ。最後まで見てくれてありがとう。概要欄にツイッターとか載せてます。絡んでくれよな。ちなみに裏で流れてるこの音楽は俺のバンドの曲なんだ。バンドのチャンネルで公開してるから見に行ってみてね。ではまた次回の動画で。じゃあ負けたのでウォーターチャレンジさんのモノマネをします。すまない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 。おーまさかちょっとわかるような気が。秀吉。しずえ。あー、あいそうだけどな、まあ、いたとしてもね。あれ、空猫くん、それでよろしいですか？ダメだった。待って待って待って。誰かボケてくれと思ってたのに、昔はボケることないですけど。よだれ出た。はい、ということで今日はチン役のよだれエンドでした。ありがとうございました。